停電した地域1965年来たアメリカ大停電は1965年11月9日にアメリカとカナダで発生した大停電である。ニューヨークを中心に被害が大きかったことから1965年ニューヨーク大停電などとも呼ばれる。停電により2500万人と20万7000キロ平方メートルの地域で12時間。 電気が供給されない状態となった。原因は、カナダ・オンタリオ州、ナイアガラ地域にある発電所から起こった。11月で、カナダやアメリカ北部はすっかり冬の寒さに包まれていた。ため、暖房などの使用率が大幅に上がった。その上、ナイアガラ地域の発電所のシステムの構築状態に不具合があったため、ナイアガラの発電所から供給される電力は停止し、 一気にカナダ、アメリカ北部が停電となってしまった。停電したのはナイアガラの発電所から南方へ向かう電線だけだったためアメリカのメイン州は停電を免れた。現在でも報告書はできているものの多くの説が唱えられている。停電時に白く光る UFO が送電線上で多く目撃されたという。この停電の後ニューヨークでの出生率が 大幅に上がったことにある医者が気づき、そのことが新聞ニューヨークタイムズで取り上げられた。だが、後の調査で停電時に出生率が上がったとする優位さは見出せないという結果が出ている。しかし、大規模停電時に出生率が上がる現象は他にも見出され、1977年にニューヨークで停電が発生したとき、2001年にアメリカ同時多発テロが発生したとき、 2005年にハリケーンカトリーナがニューオリンズに襲来した時など他にも様々な災害の襲来の時に出生率が上がりベビーブームとなっているいずれも数ヶ月で出生率は正常に戻っているある社会学者は災害のため人々は結びつきを深めるために出生率を上げたのだろうと言っているまたただの偶然に過ぎないという学者もいる ありがとうございます。